ただいまご紹介いただきました高田でございます。よろしくお願いいたします。本日は月末のお忙しい中、またこの日曜の夜と申しますと、まあ、どこの家庭でも大抵サザエさんを見ながらですね、一家だんらんの時かなという時なんでございますが、にもかかわりませず、かくも多くの皆様にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。とりわけ来賓の方々におかれましては、講師の大変ご対応の中ご列席賜り本当にありがとうございます。さて、私は先ほども紹介いただきましたように、市内よろず町で内科の小医を開業しております。当家は代々この栃木で医薬、まあ、医者であったり 薬局だったりするんですけれども、やっておりまして、4代前の春帝は江戸から明治にかけての漢方でございます。漢方の医者でございます。で、まあ、栃木町の胡蝶といいますから、今でいうと市長でしょうか、これをどうも拝命しておったようであります。で、3代前の安平というのはこれは薬屋になりまして、だいぶ手広く書き上げがあったわけで、その連れ合い、私のひいひいばあさんになりましょうか、これはあの旧西方町の出身であります。で、当医療法人は受法会というんですけれども、これはあの寿ですね、寿という字に月を2つ並べて友という字がございます。受法というそういう名前なんですけれども、これはその3代前の安平がやっておった薬局の屋号からいただきました。まあ、そして、現在当院の患者さんも、旧栃木市はもちろん、旧藤岡町、岩船町、大平町からも、たくさんの患者さんに来ていただいております。まあ、本当に我が家はあの新生栃木市の地域、この全体ですね、皆様方の大きなお力添えを受けて、やってきたという家でございます。この度この平野義行氏の後援会長という大変な大役を拝命いたしまして、まあ、ご覧のように若輩者ではございますが、一生懸命務めさせていただきます。どうか先祖同様、ご指導ご助力のほどよろしくお願いいたします。さて、私が、まあ、医者でありながら政治の日賀野さんとお近づきになったのは4年半前の市長選挙のことであります。当時、今もそうですが、そこにあのうちの会長も来ておりますけれども、限られた医療資源を効率的に生かして地域医療を充実させるにはどうしたらいいか、これを医師会も考え、当時市長であられた平野さんも非常によく考えてくださった。そして当分子医師会の病院、医師会病院ですね、それと下里総合病院の統合という、今までにない形で新しい発想で新病院建設を行おうと、そういうことを決めたわけであります。で、まあ、具体的には医師の補給であるとか診療体制、これは我々医師会および下座病院が考える、用地の確保であるとか建設費の確保、こういったその建設の具体的な問題に関しては東山さんを中心とする医師側が考える。そして、まあ、いい形で、皆さんご存知のようにいい形で青写真ができました。で、まあ、期待されておった方々も、我々だけじゃなく、もう本当多くの方々が期待されて、なればいいなっていう声を私もほぼで聞きました。で、あの東京に大岡山というところがあるのは皆さんご存知でしょうか。鉄道で言いますと、東急の大井町線と目黒線の交差点ですね、東京工業大学のあるところであります。区でいうと大田区になるんですね。前はその地上でその大井町線と目黒線が交差しておったんですが、路線開業の結果地下で交差するようになって、そうするとその鉄道の用地が空くわけですね。だから都心のかなりいい場所に、かなり広い面積の土地が空いた。で、何ができたかというと東急病院です。鉄道用地に隣接して病院ができた。それと皆さん、あの関西に遊びに行かれたりするとご覧になったかと思うんですけれども、大阪駅にしても京都駅にしても今その駅の再開発が非常に盛んですよね。だから、まあ、あの栃木市もそういうふうに考えると、全国のそうした先進的な事例、それと肩を並べるようなまちづくりをができたかもしれなかったわけであります。ところが、まあ、今ご存知のようにだいぶ骨組みができてまいりましたけれども、
そういう形になりました。そしてまあ、あの建物は建ちそうだということなんでありますが、建物が建てば病院として機能するかというと、そうと分かりも申せません。かなりいろんな問題を抱えて、我々医師会及びいろんな各所団体が日夜努力しているところでございます。まあ、話は変わりますが、その副大夫が亡くなりまして、その後に頭部入りました。この頭部入店の経緯というに関しても皆さん方いろいろご存知かと思います。まあ、それで行かれた方もいらっしゃると思うんですけれども、なんかちょっと大丈夫かなというような気がいたしますしね。それとこれもまあ古い話ではありますが、まあ、現在の旧市役所の前に中央小学校という統合生一小と二小統合生の学校ございます。で、まあ、中央小学校という名前になりました。しかしこれもその東野市長時代には日赤社小、その金龍寺にあったという日赤社ですね。これはあの明治6年に開設された初等教育、要するに子ども今の小学校にあたる世代の教育の草分けであります。だから日赤社というのは栃木にとってはその子どもの教育ということに関しては非常に由緒正しい、それから原点を見据えた歴史を生かす命名であろうということで、私は非常にいい名前がつくなと非常にまあ期待しておったわけであります。まあ、しかしながら、まあ、猛烈な反対が起きまして、まあ、中央省ということになった。まあ、しかしこれも考えてみますとね、失礼な話でありまして、特地域の中心が中央だったら他は外れかってことになりますね。それもまずだろうというふうに思うのですが、まあ、中央がいいとおっしゃる声が多いということで、まあ、今の名前になったわけです。しかしながら山形県米沢には工場館高校という高校があります。それから福岡や九州ですね、福岡には周遊館高校という名前の高校があります。これいずれもその藩校、江戸時代の藩の学校ですね、藩校以来の歴史を有する名前を冠した現在の高等学校であります。非常に優秀で、あの3年前にしとかの受験のあれが出ますとですね、上の方に出る学校であります。まあ、そういうことを考えますと、この歴史という地域の記憶の連なり、これを大切にするということは非常に重要なんじゃないかというふうに思うわけであります。で、その歴史を大切にするという気持ちがないと、なかなか地域そのものが大切にできないんじゃないかということを思うわけであります。で、私はこの4年半前一緒に市長で戦いまして、日野さんと久しく付き合って、この日野さんには実に熱いこの地域に根ざした心が、思いが、そしてその思いを形にする力がいうことを信じました。そしてこの日野氏の思い、経験、行動力を深く信じ、強く期待するものであります。来たる県議選勝利に向けて後援会一丸となって戦い抜き、新生栃木市、そして栃木県にまともな政治と明るい未来を築くことではありませんか。皆さんどうぞよろしくお願いします。どうもありがとう。